ここをグッと押すと、痛いって、ね、圧痛がある方、ちょっと違うんじゃないかって他にあるんじゃないか。全然あります。はい、整体婦科院長で理学療法士の松武田です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みで悩んでいる患者さん向けに根本的に解決していきましょうという動画になります。で、もしね、あなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが完全に引いていかない、もしくは痛みが改善しない、病院に行っても痛み止め、湿布しか処方されずに痛みの原因がわからないあなたであれば、ぜひね、この動画見てみてください。松田さん、はいよ。お尻の奥が痛いっていう動画あったじゃないですか。ありましたね。そう、悩んでる方多いんですね。前回の動画でやってみた原因発見法で言ったんですけど、うん、なんかちょっと別の原因かもしれない。他に何かあったりしますか？あります。そうですね、前回お伝えさせてもらったのが、骨盤が前傾してて、でそれによって梨状筋が張ってて、ね、まあ、座骨神経痛とかね、お尻の奥が痛いとかっていうのって結構この座骨神経痛ですねって言われたりして、その代名詞が言えば梨状筋ってやつですね。で、梨状筋が張ってますよって話だけど、なんで張ってんねんみたいな話なんですよ。そこの話をね、前回の動画で話してるんで、まあ概要欄にも貼っとくので、ぜひ、ね、そちらの方もチェックしてみてください。で、じゃあ梨状筋張ってるのなんでって言ったことは、骨盤前傾してしまってて、いわゆるこのねじりの状態となっちゃうと、お尻の後ろ側が伸びちゃいますよねってところで、梨状筋が張ってるのは、いわゆる大腿直筋っていうこの前側の筋肉が硬いから骨盤前傾してるからじゃないって話をさせてもらいました。で、それがやってみたんだけども、ちょっと違うんじゃないかって、他にあるんじゃないか。全然あります。なんだか何個でもあります、実際のところは。ただ代名詞って言った場所を紹介させてもらってるので、もし前回の動画を見てもらって違うな、あ、これじゃ分かんないなって方であれば、今回の動画見てください。で、今回ね、ちょっと紹介していく筋肉何かって言ったら、多分ね、聞いたこともない方いるかもしれないし、専門の方でもなんか聞いたことあるけどどこにあるかなみたいな感じの人結構多いってことです。で、これ何かって言ったら、内閉鎖筋と言うんですね。内閉鎖筋って何やそれみたいなね。この内閉鎖筋ってやつは、お尻の頃梨状筋と同じぐらいの層にあるんですけど、結構触りにくいというかね、場所にあるんですよ。で、この筋肉が結構でも私が治療させてもらってて、あー、隠れてこの筋肉硬いなってことが結構多いんですよ。で、この内閉鎖筋がどんな働きするのかだったりも説明していくと、内閉鎖筋ってそもそもどこにあるか、内閉鎖筋ってことは外閉鎖筋もあるわけね。で、基本的にはここあるかって言ったら、ここの PSIS の内側のこの仙骨ありますよね。仙骨の内側から出て、股関節がこうやってあったら、仙骨がこう大天使に向けてこうついてます。これがいわゆる梨状筋です。と同じように、外旋六筋ってやつがありましてね、これ上層式筋、下層式筋、大腿方形筋と内閉鎖筋、外閉鎖筋っていうかね、プラス梨状筋、合わせて6個外旋六筋ってあるね。外旋っていうのは股関節を開く、いわゆるあぐらの方に持っていくってね、この動きをさせる筋肉っていうのが外旋六筋ってやつだ。でさっき言った外旋六筋の中でも、何かというと梨状筋がこういう働きをしますと。で、一番でかいというかね、座骨神経痛を起こしやすい梨状筋って結構有名なんですけど、それ以外にも、この外旋をさせるっていう梨状筋と同じ働きをする筋肉が、あと5個あるのよ。で、その中でもですね、内閉鎖筋ってやつは、メカニズムは同じなんです。骨盤が前傾してしまって、硬くなっちゃうんですけど、ちょっと治療法が、前側の治療ももちろんですけど、前側プラス内閉鎖筋を直接治療しないといけないパターンがあります。なんですよね。だからちょっと前回の治療にプラスアルファやってあげると改善する可能性があるよっていう場所です。で、ちょっと内閉鎖筋の説明をすると、あ、なんで起こしないといけないかが分かってきます。で、内閉鎖筋って何かっていうと、骨盤ね、こう前から見た時にですね、ここに空洞があるの分かります？これ、空洞。ね。これがですね、閉鎖口と言いまして、ここのいわゆる座骨っていうお尻座った時に当たる骨があるんですね。これが座骨。で、前側のですね、ちょうど陰部があるところ、男性とかであるとね、陰部があるところ、ちょうどこう、恥骨ってやつ。この恥骨と座骨の間にあるこの大きなくぼみがあります。この閉鎖口ってやつですね。閉鎖口。閉じるって書いてるのに開いてるんですよね、これね。面白いけど、閉鎖口って言います。で、これ閉鎖口ってやつの外側、いわゆるこの外側を見るときのこっち側に外閉鎖筋ってやつがつきます。いわゆるこんな風になってて、股関節がついてて、外側にあるのが外閉鎖筋がついてますと。で、内閉鎖筋っていうのはこの内側についてるんですよ。で、どうやってつくのかっていうと、ちょっとこれがね、複雑な構造なのが意味がわかります。内閉鎖筋っていうのは、この、まあ、いわゆる大天使のところについてるんですけど、ここの部分から座骨
人を乗り越えて内側に入るんですよ。お尻の方に一回出てきて座骨を越えて内側に入り込んでいく、いわゆる筋肉の構造でいうとですよ、こんな風に後ろに行って前側に行くっていう状態、いわゆるこう山を越えて後ろにね、こんな状態なんですよ。だからめちゃくちゃシーソーみたいな感じで、このちょうど座骨結節ってね、このお尻の下の方にあるんですけど、ここの部分ちょっと上、ここは越えてお尻の中の方のイメージがね、に入り込んでいく。で、このちょうど乗り越える場所ってめちゃくちゃ筋肉が滑走するわけじゃないですか。いわゆる骨がここにあった。こんな筋肉、ここについてて、ここについてるから、こんな風になってますから、ここでめちゃくちゃ擦れるんですよ。こんな風にね、筋肉が。そうするとここの部分で負担が起きて、炎症が起きたりとか、痛みが起きちゃいます。で、これがいわゆる骨盤が前傾すればするほどですよ。前傾すればするほど、またここの負担も増えてくる。ただ前傾してなくてもここは痛くなりやすいです、正直言うと。だからこの内閉鎖筋ってやつは直接こうアプローチをしてあげないといけない、いわゆる筋肉が擦れてしまう。だからちょっと横から見ると分かるんですけど、ここからここの座骨ってやつ、ここを乗り越えて後ろに入る。だからこうなってる。だから筋肉自体がこうなってる。だからこの当たってる場所が硬くなっちゃったり、炎症が起きてしまって動きにくくなったりとか痛みが起きちゃうので、ここを緩めないといけないんですか。だから大体直筋も治療するんだけど、プラスはここもやってあげましょうって話だと思ってます。ちょっと自分でね、評価する方、原因発見法があります。ここをね、押さえた場合に痛かったら、これ内閉鎖筋硬いんじゃないかと覚えてください。で、内、自分で原因発見法なんですけど、まず座骨ってやつを見つけてください。座骨で、どうするかって言ったら、座った時にお尻のところの底触ってみてください。お尻底触ってみると、なんか硬い当たるやつがあるんですよ。これが座骨って、ここの部分です。ちょうどで、ここの部分からだいたい後ろ側に、後ろ側、真上ですね、真上、頭の方向に指2本分ぐらい、指2本分上に行くと、ちょうど内閉鎖筋が通る場所に当たります。で、この座骨が当たってますね。ここ触ってください。触ってもらって指2本分上に行くと、ちょっと内閉鎖筋が当たってる場所が当たってますですね。で、座ってるとちょっとお尻の厚みが出ちゃうので、このまま座骨を触りながら上に上がって立ってもらって、で、この状態で指2本分上の方、ここをこうグッと押す、もしくは押してもらってください。自分の親だったりとか、自分の子供だったりとか、誰でも構いませんから、押してもらってください。ここのお尻のところの上側、ここをグッと押すと痛いって、ね、圧痛がある方で、結構股関節が悪い方は多いです。で、ここを押すと痛いっていう方は内閉鎖筋が硬くなってる可能性がありますので、この場合はね、ここをね、治療してあげないといけません。なんで、ここを治療してあげないと、そもそもここの場所が硬くなってますから、で、ここをしっかり埋めていくってことを意識してやっていただきたいなというふうに思います。痛みがないかだけ確認をしてみてください。で、これで痛みがある場合であれば、ここの治療してあげましょうと。で、プラスアルファでも、ここがなんで硬くなっちゃうかって言ったら、外旋六筋ってやつ以外の、この上っ側にある大臀筋だったりとか、中臀筋ね。で、特に大臀筋の下部繊維。このちょうど外旋六筋のちょっと真上を走ってでっかい筋肉です。この筋肉とかが働いていないから、いわゆるこの圧痛が起きてしまっている可能性もあるので、緩めるだけじゃなくて、ここに負担がいかないようにしていくための運動療法だったりをしっかりやってあげる必要があります。そこをしっかりね、覚えていただきたいなと思います。で、例えばね、自分で緩めていって、プラスアルファ運動療法をしていくってことだったりとかしていかないといけないんですけど、まあ人間の体はそんな簡単に治るわけじゃないですか。時間かけて、悪くなったんだったら時間かけて治さないといけない。そこをしっかり分かってください。なんで、今回の中で紹介したね、この原因っていうのをしっかり見つけていく。プラスアルファ、そこの痛みが出てしまう、また原因の原因ね。ここに対してのアプローチをしていく。で、押さえた時に分かりますけど、奥の痛みってやつが抜けるんですよ、スーって。あ、これだったんだって思いますか。なんでかっていうと、これ関節ってつながってるし、筋肉だったりとかもつながってるので、なんと奥がじわじわ痛いとかって、結構前側じゃなくて後ろ側だったりとかあるんですよ。そんな風にちょっと治療をねやってみたりとか。で、これってでも分かんないじゃないですか。こうやって結局やっぱ専門知識あったりとかしないといけない可能性もあるし、原因がでもね分かるだけで、このね、何でしょうね、自分のこう言う通りって全然違ってくると思うので、そういう風に自分の原因を見つけるってことをやってください。で、原因が見つかってくればちゃんと改善できます。で、それをね、しっかり一緒にやっていきましょうと。自分では難しいってことであれば、私も整体フッカーって形で全国でやらせてもらってますんで、ぜひね、こちらの方、まずは原因気になったりとか、痛みをしっかり改善したいってことであれば、ぜひね、そっちの方も行ってみてください。しっかりこう自分の原因が発見したいとか、
で自分の痛みの原因を知りたい、そのあたりであれば、この動画の中で紹介していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、ぜひぜひコメントいただけるとすごく嬉しいので、アウトプットいただければと思いますので、コメント、高評価いただけるとすごく嬉しいので、そちらの方もよろしくお願いします。あと店舗やらせてもらってますので、ぜひね、札幌から福岡まで店舗ありますので、ぜひね、概要欄の方から、ぜひそちらの方も LINE してですね、見ていただければ嬉しいなと、相談いただければ嬉しいなというふうに思います。ではですね、今日はここで終わっていきましょう。今日の動画の時、どうもありがとうございました。また見てください。